っていう感じにも見えた、その3点タイムリーツーベース。ただアウトハイのあまり変化もしない、ね、はい、ボールでしたよ ね、 そうですね、先ほどの3塁打は。さあこの状況の中で動揺せずにこの初球を投げ込めるか、バッターボックス陽川、ランナー満塁、空振り狙っていきました。147キロすっと沈みました。3塁打じゃない、2塁打、ね、そうですね、ツーベースと送球間の進塁ですね、ランナー満塁になっています。ワンアウトでセカンド併殺という体制になってますけれど、これドラゴンズの選択はどうでしょうか。現状体制でいいんじゃないですかね、はい、塁は埋まっています。ずいぶんしかしボール球を振っていきました陽川、これはバッテリーは助かりました。この2球水曜日には DeNA 三島から代打ホームラン、翌日スタメンという形だったんですが、スタメンでなかなかまだ結果が出ていません陽川。まあ、めぎりが早い今のスイングですよね。そうですね、少しバットを短く握り直してストライク2。この後木浪打ち上げた犠牲フライにはちょっと厳しいか、ハーフウェイからタッチアップの一応姿勢は見せているできません。大山がタッチアップしようかどうしようかって感じですが、さすがにこの浅さではできません。ちょっと